ですか。秋とは別にずっとまあ4年間通して仲良くはならなかったけども、いつも文句言わずに誰に何言われても練習一生懸命やってるし、なんだろうな、大人らしい考え方も大人らしい。俺はすごい頼りにしてました。真面目な話するとやっぱそういう感じになっちゃいます。なんでこれからも頼りにしますんで、サッカーするだろうし、秋も俺も頑張るんで、一緒に高め合っていきましょう。たまにはまた秋の家にお邪魔したいと思いますんで、お母さんとお父さんとよろしくお願いします。まあ秋は気持ち悪いし、もう今日もうざいけども、まあこれからも頑張ってくれということですよ。じゃあよろしくお願いします。ジェン、4年間ありがとう。ジェンとはいつも2人組とか一緒にやっていつも楽しくできたと思います。練習後の自主練とかなんか1対1とかめんどくさい時もあったけど、お前が貪欲に来たからいつも一緒に付き合って、それで自分もサッカー上手くなりました。お前とサッカーやれてよかったです。これからお前はサッカー続けるけど頑張ってこう、やってこう。4年高澤輝洋、こっちか。まなみへ、4年間ありがとうございました。まなみを、おかげで、公式戦の時は、いいサポートもしてくれて、試合に集中することができました。これからもいろいろと仕事とか大変だと思いますが、頑張ってください。僕もサッカーで、頑張っていい報告ができるように頑張ります。4年間ありがとうございました。4年間お疲れ様でした。玉木くんは1年生の時からずっと優しくて、4年生になって今でもみんなに気を使ってくれるなんてなかなかできないことだと思うので、とてもすごいなと思います。これから社会に出てもその優しさと素敵な笑顔で頑張ってください。シュー、4年間本当にありがとうございました。シューの優しさにどれだけの人が救われたか、それを考えるとシューの偉大さが伝わってきます。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。シュー、ジュンみたいにはならないでください。以上です。藤田君、4年間一緒にプレーできて本当に良かったです。まあ、亮は、本当に嘘つきだけど、まあ、本当は、優しいやつだって俺は分かってます。亮の、なんだろう、攻撃的なプレーが大好きでした。また卒業して進路は違うけど、またいつか集まってサッカーできたらいいなと思います。4年間ありがとうございました。たかし、4年間ありがとうございました。たかしはいつも元気があって盛り上げてくれて、たかしには何度も救われました。これから社会に出て辛いことがあってもたかしのことを思い出して頑張ります。ありがとうございました。リサイ、4年間本当にお世話になりました。マネージャーという仕事は人のためにということで、4年間ずっと尊敬もしてましたし感謝もしてます。卒業しても、僕とリサの友情は消えないと思います。コティカ誰でやってるの。ありがとうございました。下ネタばっかり言われて、
ちょっと残念だったんですけど、そのおかげでみんなと楽しく話せるようになりました。で、その一生懸命練習する姿とか試合に出てる姿を見て、なんかサッカーに対してちゃんと熱い部分を持ってるんだなと思って、そのおかげでなんか何に対しても適当だった自分も、この部活に対して熱くなれたかなと思います。それで、あとマネージャーがこう重いものとかを持ってたりすると気づいて持ってあげるようにして持ってくれたりとかして、優しくて気の使えるやつなんだなと改めて感じました。沢口くんをはじめ4年生のみんなと4年間一緒に部活できて本当に良かったです。一緒の宝物になりました。4年間ありがとうございました。准备给对方对比，嗨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 。わざと女子と入れに入れます。モリゲイスゲ。マスモリタケタイ。マスモリタケタイ。マスモリタケタイ。つったらマスモリタケタイ。マスモリ。何か本当にいつもありがとう。お前との思い出はいっぱいあるけど、ここで話したら3時間ぐらいになるから1個だけ言うね。忘れちゃった。ありがとう、マスモリ。